はい、どうも石原です。今回の動画のラインナップはたった一つ皆さんにお伝えしたい、まあ、タイトルにもあると思いますが、こちら iPhone SE 第3世代の予想コンセプト画像が出てきましたので、ご紹介します。加えて詳細なスペック、そこら辺をこのレンダリングされたリーク画像を元に解説していきたいと思いますので、 iPhone SE 第3世代が一体どんなものになるのか、どんなモデルになるのかの参考にしていただければ幸いです。そしてこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関するリーク情報を毎日投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録していただいて、毎日のそして定期的な情報収集にお使いください。新しいガジェット、iPhone、Apple のことのね、新しい発見にもつながると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、石原さんの世界観という Vlog チャンネルを運営しています。そこではですね、僕の人生観であったり、日常のルーティーンであったりを、まあ、情報発信していますので、ぜひこちらのチャンネルも登録よろしくお願いいたします。はい、では本題に参ります。iPhone SE 第3世代の予想コンセプト画像、まあ、レンダリングリーク画像が出ましたということで、中身の方もね、詳しく解説していきたいと思います。まずそのコンセプト画像、まあ、予想されているコンセプト画像なんですが、こちらになります。パッと見ホームボタンを廃止した、まあ、廉価版のフルスクリーンの iPhone ということで、まあ、以前は iPhone SE Plus とも噂されているモデルになります。この iPhone SE Plus というのは2020年の春に発売された iPhone SE 第2世代のディスプレイがサイズアップしたモデルになるとも言われていましたが、まあ残念なことに iPhone SE Plus は発売されずに今もう1年経とうとしております。まあそんな中、iPhone SE 第2世代の後継機ともいえる iPhone SE 第3世代のリーク情報がね、最近盛り上がってきています。そこでこのようなね、予想コンセプト画像がリークされました。これはですね、スベットアップル SK という海外メディアが報じた内容によります。いろんな最新のリーク情報、まあ、著名なリーカーさんであったりアナリストであったり、まあ、メディアなんかが予想しているスペックをまるっと参考にして作られたレンダリング画像になります。最近ではね、 iPhone SE 第3世代がなんと4月に発売される可能性だってあります。もちろんね、僕もそうですけど、このチャンネルを見ていただいている方ほとんどの方がまさか発売されることはないだろうと思っています。もちろん僕もまさか4月に発売されることはないと思ってますが、このようなね、レンダリング画像の予想画像も出ていますので、まあ、ゼロではないことは確かなんですが、著名なね、アップルのリーカーであります、ジョン・プロッサー氏も、この発売に関しては否定的な意見を述べています。まあ、登場はおそらく2021年の年末もしくは2020年以降と予想しています。まあ、まだ2021年年内に発売される可能性を少し示唆してますので、改めて iPhone SE 第3世代の最新のリーク情報として、どのデザインになってどんなスペックになるのかをちょっとこのレンダリング画像を見ながら詳しく解説していきたいと思います。まずですね、 iPhone SE 第3世代ディスプレイサイズなんですけど、なんと 5.4 インチ有機 EL OLED のディスプレイになると言われて、まあ予想されています。なんと 5.4 インチ iPhone 12 mini、日本では不人気、日本では人気が高い。しかし海外では不人気な 5.4 インチサイズが来るということで、なかなか現実的にどうかなという部分もあるんですが、いろいろなリーク情報と情報を合わせたら 5.4 インチの有機 EL ディスプレイを搭載。そして見た感じわかる通り、ホームボタンレスのフルディスプレイとなっております。しかも、まあ、デザイン、全体のデザインは iPhone 12 mini のような、まあ、角張ったフラットなデザインになっております。まあ、当初ね、予定されていた、まあ、予測されていた iPhone SE Plus は 5.4 インチから 6.1 インチの液晶ディスプレイが搭載される。これは iPhone XR の筐体を、まあ、廉価版として使うからだと予測されていましたが、ディスプレイサイズもフルモデルチェンジというか、フル改造されている予想レンダリングになっております。その 5.4 インチの、まあ、ディスプレイを搭載するという、まあ、要因とか理由付けなんですが、動機付けなんですが、中国 BOE が iPhone 向けに有機 EL ディスプレイパネルを供給するという報道がありましたので、サプライヤー間の競争が、まあ、激しくなって、Apple のね、仕入れ価格とか、まあ、安くなっていれば、液晶ディスプレイではなくて、OLED ディスプレイに、まあ、
移行できる、まあ、価格帯に収まることができるということで、まあ、液晶ディスプレイより OLED ディスプレイ、有機 EL ディスプレイが高いんですが、BOE というそのディスプレイのサプライヤーが供給することによってコストが下がれば、廉価版の iPhone にも搭載されるのではないかという予想になっております。そして皆さん、ノッチレスになってます。iPhone 12ではもちろん、ここにね、ノッチがあります。ノッチがありますよ。iPhone 13ですら、ノッチレスどうかなという、まあ、状況にあるんですが、iPhone SE 第3世代のフロントカメラは、ご覧の通り、パンチホールと言われるね、まあ、パンチホールタイプと言われる、ノッチというかカメラが、まあ、フロントカメラがついています。これはね、水滴型ノッチとも言われていまして、まあ、ギャラクシーシリーズのスマホなんかにも、もうすでにね、このパンチホール型の、まあ、フロントカメラが搭載されているので、技術的には問題ないんですが、このフェイス ID ですね。ノッチという部分のね、テクノロジー、技術的には、まあ、どうなのかなっていう部分はありますが、まあ、予測としてはノッチレスでパンチホール型になると。iPhone SE 第3世代が言われております。そしてタッチ ID なんですけど、見たところフルディスプレイなので搭載されないかと思いきや、なんと iPhone SE 第3世代、Face ID はもちろん搭載してないので、パンチホール型になる可能性が高い。そして iPad Air 第4世代と同様に、タッチ ID を内蔵したこちらにね、こちらに電源ボタンを採用するのではないかと予想しております。これはね、技術的には問題ないので、まあ、廉価版とはいえ、フェイス ID がなくて、まさか、ホームボタンを搭載するわけにもいかない。しかもコロナ禍なので、フェイス ID よりもタッチ ID を、まあ、推進することも予測に入っているかと思います。そして、リアカメラの方なんですけど、このようにシングルカメラとなっておりまして、まあ、リアカメラの方は1200万画素。1200万画素、iPhone 12シリーズは全部1200万画素なので、これを上回ってしまうと、そもそも廉価版ではなくて最新モデルの iPhone となってしまうので、あくまでも、まあ、廉価版の iPhone シリーズ、iPhone SE シリーズとしては、1200万画素が、まあ、最高ラインかなという感じはします。そして、まあ、F1.6 の、まあ、シングルカメラになってますので、iPhone SE 第2世代や iPhone XR のような、まあ、カメラ部分のデザインになるかなと。いう予測のようです。そして A14 バイオニックと 4GB のロムが搭載かということで、ロムは 4GB、 そしてチップも、まあ、最新の A14 が搭載されるだろうと予測はしてますが、 5G に関しては見送られるかなという予測が高いようです。そしてストレージ容量なんですが、 iPhone SE 第3世代のストレージ容量は 64GB、 128GB、 256GB ということで、まあまあ妥当なストレージ容量のラインナップになっております。価格の方は出てないんですが、iPhone SE 第2世代が4万円台から買えるので、このね、iPhone SE 第3世代も低価格の iPhone ということのシリーズなので、高くとも5万円台、4万円台でいけるかなという部分では予想がされている状況にあります。まあ、ただ、まあ、冒頭でお伝えしました通り、2021年の4月に発売か発表かというリーク情報もありつつ、著名なリーカーや各メディアはですね、ネガティブか消極的な意見が多いので、まあ、リークとしては4月の可能性もあるんですが、まあ、発売発表の本格、まあ、現実的な部分を考えると、2021年年末も厳しいかな、2022年かなという予測はついているかと思いますが、まだまだ少なからず期待していきたいと思いますので、この iPhone SE 第3世代のリーク情報も引き続きこのチャンネルで皆さんと情報を共有していきたいと思います。はい、ということで今後もこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関するリーク情報を毎日投稿しております。正月のね、三が日はお休みしましたけど、今年2021年も毎日投稿していますので、まあ、2日に一遍とか3日に一遍、もちろん毎日チェックしてもいいとは思いますが、定期的な iPhone とか Apple の最新情報をチェックするために、まあ、使っていただければ幸いですので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。はい、ではまた明日の動画でがいいかな。そして明日病欠するとかね。